はい、じゃあ乾杯しましょう。じゃあ皆さん、今日も楽しくいきましょう。乾杯。乾杯。しーちゃんも寝巻き。いやまだこれから着替えます。おいす。前から寝巻きにしてたんですよ。はい。また
号と美女と野獣でした、レッドイット号はですね宮先生に、結構厳しく一生懸命練習したのはわかるけど全くできてないよっていう風にすごく一回一回のレッスンで厳しい愛の言葉を言ってくださり、私も負けず嫌いなのでこれは多分宮先生がよしできたっていう風に言ってもらえるかなっていう風に思う、まで、がむしゃらに、裏拍のリズムを練習したり、しました。でももちろんお客様に届けたいレッドイット号なので私らしいレッドイット号の演奏ができたらいいなという風に思って、自分なりにありのままのって歌いながら演奏したんですが私の演奏はどうでしたでしょうか。よかった、ありがとうございました。次の歌はですねちっぽけな愛の歌という歌なんですが、この歌の歌詞には私が大好きな詩がありまして手のひらに掴んだ夢を今は追い続けていこう一人でもきっと超えていけるよという詩があるんですが私は昔結構やっぱりどうしても誘惑に負けていて遊びとかそういう方ばっかりが好きでそういう道ばっかり行ってしまった時があったんですけどやっぱりこの歌を聴いて、初心に戻って、サックスが大好きで一生懸命ひたむきに頑張っていた姿を思い出してもう一回一から頑張ってみようと、その歌詞を聞いて思うことができました。だから私がこうやってリスタートができたのはこの歌があったからなんじゃないかなっていうふうに今振り返ると思います。皆さんも、手のひらにつかんだ夢を追い続けていってください。叶うまで、諦めないでいてほしいなっていうふうに思っています。そういう気持ちを込めて心を込めて歌わせていただきます。聴いてください。ちっぽけな愛の歌。
最後の歌になってしまったんですが、プレシャスワンという歌なんですが、私がその歌を選んだ理由はですね、 KSC に出会ってなかった時は親友が10人欲しいなって正直思ったんですけど、この広い世界で一人でもいればそれでいい、優しさ裏切り体ごと受け止めてくれるという詩を耳にして、あ、そうなんだなって何十億人の中で一人でもいれば全然生きていけるんだなっていうふうに思えて、本当にプレシャスワンに出会わなかったら多分今頃たくさん友達できるように媚びを売ったりとかしてたのかなっていうふうに思うと、この歌は私の人生を変えた、すごくいろんな思いが詰まってる大切な歌です、ありがとうございます。今回は初のバラードバージョンなので、一字一つ一つの詩を心を込めて、はい、カホワールドで歌わせていただきたいと思います。ありがとうね。成人、長野県 LGBT 成人式、はい、20代でも話、はい、彼女は当事者ではないんだけどね、ちょっと病気があって、でそれと今向かい合って頑張ってるのね。でそれを、ちゃんと喋って、はい、みんなに勇気出してもらおう、はい、そうです。昔は正直隠すことで生きてることを慣れてしまったんですけど、でもなんか本当にメイさんとかマイカさんを見てると堂々としていて、もっと言うと本当の自分をさらけ出してその周りにいてくださる人でいいっていう、ね、そういう、はい、姿を見て、なんかみんなに好かれたいとかそういう気持ちは本当になくなって、ね、長野県に伊藤さん暮らして十何年仕事は別とか行くんだけど、やっぱり長野県の人たちは、まあ長野県にも限らないのか分かんないけど、特に周りを気にしてるなとか思った。だから10人前に好かれようとするよりも、本当一人たった一人いれば生きていけるんだろうなってな。でもし火の中に一緒に来てくれる子なんか人生の中で一人いたら、もうそれだけで幸せだもん聞いてください、プレシャスワン、あなたはとても大切な人。3月27日の LGBT 戦
年知識では私は20歳の代表の挨拶をさせていただくことになりました。私の今までの人生、二十歳としての決意を言わせていただきたいと思います。ぜひ皆さんお越しください。いつも投稿ライブスタートしました。イエイ。はい、ということで、改めまして警視アーティストの榊原舞香です。よろしくお願いします。
竹和が来ましたよとか言ってるから追加ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、本日の投稿ライブも、YouTube とツイキャスで、生配信しています。はい、ですので、会場にいる方はもちろん盛り上がっていただいて、で、生放送で見ていただいている方もね、コメントでたくさん参加していただけたらなと思います。はい、あとですね、毎回このライブで言わないから分かんないっていう方多いんですけど、撮影はこのライブ OK ですので、はい、たくさん写真撮っていただいて、はい、いろんなね SNS でも載せていただけたら、広めていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。舞台写真上がったらキャカ、キャカですね。ちゃんとキャカ舞台のはちょっとやめてくださいはい、ということでね、そうですね、投稿ライブもうね、なんのこっちゃい丸裸の会っていうね、中の投稿ライブっていうんですけど、そのなんのこっちゃいもね、もう本当にすごい数、続いてるということで、投稿ライブもね、毎月やってるんですけど、本日もね来てくださった皆さん本当にありがとうございます。前回から投稿ライブで前座コーナーというのを作りまして、で、まあ、今回はね、内田佳穂ちゃんという子が、前座をやってくれたんですが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、自分個人的な感想なんですけど、なんだろうな、本当にかおちゃん自分大好きなんですよね。なんかお前え、そう、両思いなんですけど、あ、そういうことか。自分大好きって私が大好きっていう、あ、そういうことか。かおのことが、あ、そういうことね。じゃなくてかおちゃんのことがマイカは大好きっていう、あ、そういうことか、ね、あ、そこじゃなかったのね。そう、で、そう、かほちゃんもね自分のこと大好きって言ってくれてるんですけど、自分もかほちゃんのこと大好きなんですよね。はい、でなんでまあ好きかなって言ったら、多分見てくださった方わかると思うんですけど、すごく純粋で素直で、本当にいい子なんですよ。で、まあいい子すぎて心配になっちゃうぐらいなんですけど、ね、で、歌も本当に上手になったし、サックスもすごい上手になったし、もう最初なんて本当に聞けないぐらいの音出してたんですけどね、聞いていただいた通り本当に上手になって、本当日々頑張ってるんですよね、かほちゃんって。なんかそういう姿を自分は本当に尊敬するなって思ってるんです。だからなんだろう、本当に年下とか関係なく、ね、その音楽業界として、同じ業界の人間としてすごく尊敬をしている、一人です。でね、かほちゃん本当にプロのサックスプレイヤーを目指して、本当に毎日日々頑張っている子なので、ぜひ皆さんもね応援よろしくお願いします。はい、ということで、後半はね、マイカライブを、短い時間ですが楽しんでいただければなと思います。はい、そして、まず1曲目に聴いていただいた曲が We Are The Rainbow っていう曲なんですけど、さっきかほちゃんがね MC で大好きな曲って言ってたんですけど、We Are The Rainbow っていう曲ですね。イーストビレッジさんの We Are The Rainbow っていう曲でした。はい、そして今日、一緒に、ね、このライブを、盛り上げてくださるお二人を紹介をしたいと思いますので、皆さん大きな拍手でお願いします。まずは KC 講演家の西田芽です。本日のためです。よろしくお願いします。はい、そして、脚本演出家の井戸さんです。大きな拍手、井戸さん、ちょっと挨拶だけ復唱した、今自分でも思った、復唱しただけはい、メイは井戸さん大好きなので、はい、ということで、なんだっけ、そう、次に歌う曲なんですが、2曲続けて聴いていただきたいと思います。次の曲2曲とも、メイの紹介曲になりますので、ちょっとメイの方から、曲の紹介をお願いします。はい、先ほど少し長野県 LGBT 成人式の話も出てるんですけど、本当に自分が、なりたい人とは何かっていうものをずっと考えてきて悩んできて、でそのなりたい人になるために、なりたいってなるっていう決意の、詩を曲にした曲と、あともう一曲続けて聴いていただくんですけど、メイブのテーマ曲、これは伊藤さんが詩を書いてくださったんですけど、本当に自分の大好きな詩がありまして、
いつか自由に愛せる日が来ると信じるっていう詩がフレーズがあるんですけど、本当にそういう本当セクシュアルマイノリティとか関係なく自由に愛せる日が来ることを祈って、でそしていろいろな人それぞれの花が開きますように、そんな思いを込めて歌いたいと思います。2曲続けてお聴きください。本当の僕と出会うために、そしていろいろメイブの思い。
ありがとうございました。はい、そうですね、今言っていたんですけど、3月27日に、もうねフライヤーお渡ししていると思うんですけど、長野県 LGBT 成人式というのが、松本市で行われます。でね、その自分すごいなってこれ思ったんですけど、 LGBT 成人式のね、その成人っていう字がなりたい人になるっていう意味の成人っていうことで、ね、これ考えた人すごいなと思ったんですけど、はい、初めて知りましたよね、成人の意味ね。でやっぱりね、知り合いとか、あとはね、そのいろんなお店とか行って、今寄付金とか協賛金のお願いもしてるところなんですけど、そうやって配ってる、説明しながら配ってる時も、へえこれすごいねっていう人結構いて、ああなるほどね、これ思いつかなかったっていう人も結構いるんですよね。うん、だからなりたい人になるっていうことで、まあ、今回あれ関係ないね、そうですね、はい、年齢も性別も関係なくということで、自分もね、その成人式で出演させていただくんですけど、なんだろうな、なりたい人になるっていうことに対して、自分今まで、ね、自分がどんな人になりたいんだろうっていうことを真剣に考えたことがなかったんですよね。で、なんか前回のメイブの時かな、の時にそういう話をね結構してたじゃないですか、はい、でそれを聞きながら、自分どんな人になりたいたいんだろうなみたいなことを、まあちょっとそこら辺から結構考え始めて、でまあそうですね、今の自分がその考え何至ったのが、そのなんだろう、今自分はこうやって経営者アーティストとして活動してるんですけど、本当になんだろうな、いろんなアーティストさんいると思うんですけど、なんか自分はなんだろうな、自分にしかその伝えられないことっていうものを、やっぱり歌とか音楽を通して本当に伝え続けていきたいなと思ってるんですけど、なんかその自分の歌とか音楽で本当一人でも多くの人を元気にしたり勇気づけたりっていうことを本当に続けていけるような、そんな、なんだろうな、伝え続けていけるような、そんなアーティストに、自分はなっていきたいなと、思っています。で本当にね、まだ慣れてないし、その途中なんですけど、本当にそういう風に自分でなりたい人っていうものを持って頑張っていきたいなと思っていますので、これからもよろしくお願いします。はい、ということで、今回のね、その実行委員、長野県での LGBT 成人式の実行委員の代表として、今メイさんがね、いろんな準備を本当に頑張ってくれているんですけど、ちなみにメイのなりたい人っていうのって、はい、どんなんなんですか。はい、なりたい人は、そうですね、自分のなりたい人は結構子供の頃からなりたい人っていうか、どんな風になりたいとかっていうのは結構思っていた人で、高校生とかの時どんな風に思ってたかっていうと、空のような人になりたいとかって漠然と言ってたんですけど、本当大きい心を持ちたいっていう風にすごい思っていたっていう、漠然すぎますよね。伊藤さん笑ってる。はい、っていう風に昔は思ってました。なんか爽やかじゃんね。爽やかですよね。なんか、はい、今何好感度上げてんの。一生懸命今上げてます。はい、で なんですけど、そんな風に思ってて、で気づいたら性別の違和感っていうものと、やっぱぶちあぶあのあた壁にぶち当たる時が来て、でそんな時からどういうことを思ってきたかなって思うと、男になりたいというか、男とはこうあるべきものっていうものがあって、そうなりたいと思ったんですよね。強くなりたいって思って、それもまあ漠然と強くなりたいで、女の子を守れるようになりたいとか、あとはその男なんだからしっかりしなければいけないっていう思いとかもあったりだとか、弱音を吐いちゃいけないとか、なんかそういういろんなことをすごい考えたりだとか、なんか泣いてはいけないとか、なんかいろんなことを思ってきたんですけど、なんか男、はい、メイから見たら男らしさみたいな感じ。そうです、男らしさっていう、自分の男らしさとはみたいな、でなんかなよなよしてる男は嫌いだみたいな、なんかそんな風に思ってきたんですけど、なんかそんな中でやっぱり自分にもやっぱり女性として生まれてきたからこそ、女性的な部分もあったりとか、本当は女の子と話してて面白いこともあるはずなのに、
FTM とはあの男といるのが楽しくなきゃいけないとか思ったりとか男の笑ってることがわからないと男ではないと思ったりとか、なんかそういうことをずっと思ってきたんですけど、でも今あの自分らしいが一番大事だなっていうことに途中から気づき始めて、でそしたらなんか男らしさとかでどんな男らしさとか関係なく、あの常に今も思ってるのは強くなりたいっていうのは思ってて、でそれはやっぱりそのどの強くなりたいかっていうと、あの力で強くなりたいっていうのもやっぱりあのたくましくなりたいのであるんですけども、それだけじゃなくてやっぱり心、自分の心と向き合ってしっかり前を向いて進んでいく、自分がやりたいと思ったことを成し遂げる、そんな強い心を持った人間になりたいと今は思っております。はい、ありがとうございます。あの本当にね、皆さんそれぞれいろいろねなりたい人ってあると思うんですけど、なんかほんな本当にねそういうことをなんかそれぞれで持って、なんか本当に長野県 LGBT 成人式、あのいろんな方に参加していただけたらな、嬉しいなと思います。はい、はい、ということで、そのあれだよね、 LGBT 成人式は申し込みが、はい、あの一応必要になる。申し込み必要になります。無料です。はい、で懇親会が決まりまして、南松本駅徒歩5分ほどで着く場所なんですけど、詳細っていうお店なんですが、そちらの方で18時から20時までとなっておりますの で17時半からは入れますので、中に入れるようにしてありますので、そういった形で、懇親会の方は先着40名様ということで、はい、成人式をまず説明する懇親会に命かけてます言わなきゃと思ってたんですよ。そしたら成人式の時間普通はそっち多いよね。1時から何時まで で終わった人はそっちでしょ。はい、成人式は失礼いたしました。実は成人式は飲み会だった。いいじゃん、なりたい人になってるじゃん思うがままにされてる。はい、はい、長野県 LGBT 成人式なりたい人になるということで、フライヤーの手元にある方と、あと配信の方はあの Facebook ページでも見られているようになってます。何時だっけ？1時から。はい、13時オープンで13時半スタートになっております。はい、会場でもあれだもんね、ケータリングがあって。なんでだろうね、俺いつも思うんだけど、長野県ってまあ長野なんか会館でさ、はい、なんかお酒飲んではダメだとか、はい、そこで飲めたら本当はね、そうですね、一番いいもんね。はい、飲みたい、ね、はい、はい、ちょっと変えたらもっとね使いたくなるな。あの LGBT 成人式ってさっきからなりたい人になるっていうことで言ってるんですけども、これあのここのあのテーマがすごい良くて、あの読んでいいですか？はい、お願いします。はい、LGBT 当事者もそうでない人も幼い頃からいつも夢見た理想の人になれてますか？今日はありのままの自分で自分のしたい格好でなりたい人になる日、成人式です。みんなで集まってお祝いしましょうということで、本当はあの年齢性別、問わず、はい、あの自分の好きな格好で あなたのしたい格好で来ていただければと思いますということで、はい、どうですか？それはね、すごいよね。すごいですよね、うん、で本当なりたい人あの年齢で20歳で成人式ではなくて、なりたい人になるっていう意味で成人っていうことで、本当にあの LGBTとか関係なく本当にみんな誰でも本当あの参加していただけるようなテーマになってるんじゃないかなと思います。はい、はい、ぜひたくさんの方あの来ていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは、続いてまた、2曲続けてまたお聞きいただくんですが、まず1曲目は、ハピネスという曲で、ケイシーアーティストの河合里奈ちゃんの曲なんですよね。オリジナル曲です。でこの曲はですね、あの、まあ、恋愛の曲なんですけど、あのなんか自分が恋愛の曲歌うイメージないよね、多分あんまりないです。ないよね。一番最初でもそうだよね。あ、そう、君はずっとそうだ。あ、そうそうね、はい、あ、そうだそうだ一応恋愛の曲だ、うん、一応恋愛の曲だけど、なんかあの曲気持ち入ってなかったじゃない、マイカちゃん
恋愛の曲じゃなかったんだ。ちそういうことじゃないよ。そう、なんか本当に、なんだろうな。そう、でも、この恋愛の曲は、なんだろう。りなちゃんね、本当にもう、超女の子が書いたんですけど、高校生のね。ポスター、その、フライヤー。あ、そう、フライヤーの河合りなちゃんです。世界で5人しかいない、血の止まりにくい病気を持ってる、はい、女の子なんですけど。新成人の G プレゼンターとなっております。まあ、でも、一番目に、話してもらおうかなと思ってるんだよね、まあ、マイノリティっていう意味では、まあうね、もう本当世界日本には症例がゼロで世界でも5人実はもういないかも分かんないって言われる難病で、はい、でもそれでもねちゃんと生きてね、はい、頑張ってるっていう、はい、そうですね。で、まあ、この子が書いた曲です。で何だろうな、自分はバイセクシャル、ビアン寄りのバイセクシャルなんですけど、どっちなんだろう、誰でも当てはまるような詩になってて、なんだろうな、この曲練習してて詩を何回か読み返してみたんですけど、あ、本当なんかそれ伊藤さんに言われるまで自分なんかそんなね、なんだろう、そういう感じがしてなかったんですけど、あ、自分でも全然当てはまる曲だなっていうふうに思って、でなんか本当に皆さんも共感する部分っていうかあるんじゃないかなと思います。で本当はね、この曲2番もすごいいい詩になってて聴いていただきたいんですけど、今日はねワンコーラスだけ歌いたいと思いますんで、気になる方ね、ぜひ YouTube で可愛いになって調べていただければフルでありますんで、ぜひ聴いてください。で、2曲目は、心からありがとうっていう曲です。で藤沢健俺だ、 KC のオリジナルっていうか、はい、俺が書いたんだ。そう、伊藤さんが書いて作った曲なんですけど、心からありがとうっていう曲で、でこの曲は本当になんだろうな、自分の大切な人を思って聴いていただければなと思うんですが、本当になんかいなくなってからでは遅いっていう意味も含めて、そうですね、それぞれで思い浮かべながら聴いていただけたらなと。これはね、はい、亡くなった人に対する思いなんだけど、一つは難しくて、この歌詞を書くときに、例えば仏教で言ったらさ、焼いたりとかであるじゃんね、はい、でみんなそれぞれの宗派によっては違うのね、例えば土の中に返すとか、はい、とかで、だから例えば焼くとダメだっていう人たちを見て、どうしても世界に通用するなんか歌を作りたいなとかって思ってちょうど考えてた時に、いっぱい本読んだんだ、いろんな宗教ので、いくだけ、まあ、これは合ってるかどうかまだ分かんないんだけど、まあ、俺が調べた限りでは、全ての宗派の人たちが、まあ、星に対しては愛してる人とか亡くなった人に対してみんな見上げて、星を見ながらその亡くなった人たちのことを思い出すっていうのはどこ見てもあって、あ、これかなと思って、でなんかその星を見ながらその思い出してあげてくれたらいいなっていう意味で、で世界で歌ってもらいたいなっていう意味で、そういう意味でなんか作ったこれ、はい、ありがとうございます、はい、それでは2曲続けてお聴きください。ハピネス、そして心からありがとう。違う何かを感じ始め
はい、ありがとうございました。ちまこさんがハピネス大好きです。すごく素敵な曲ですね。ありがとうございます。あの川井里奈ちゃんのハピネスっていう曲でした。はい、このハピネスあれですよね、前回のメイブの時に自分すっごい久しぶりに歌いましたもんね。ハマったね。あの里奈ちゃんキーもうちょっと高いんですけど、あの自分の、ね、キーに合わせてちょっと変えさせてもらって、あのすごく好きな曲です、自分も。はい、それでは、あ、そっか、自分あのさっきあれですね、総出さんにあの振っていただいた報告してないよね。あ、全然してないですね。はい、おお、なんだろう、おお、ということで、はい、何もね、あの隠す必要はないんですけど、はい、そんなつもりはないんですけど、あの今日です、あの本当今日の朝かなに、連絡が来まして、寝ぼけてて、なんかね、寝ぼけながらおめでとうかなんか言ったかなと思うんだけど、そう了解みたいな、冷たかったんですけど、そうだよね、で読み直して、ああ、みんなに報告してタイムラインに報告してくれ、はい、ということで、今日報告、連絡が来たんですけど、毎年ね、東京で行われている東京レインボープライドというね、あの大きいイベントがあるんですけど、はい、そちらのね、ステージ出演っていうのが、今回からオーディション制になったんですよね。で、今回オーディション通りまして、5月の7日に、ステージあるんですけど、7、8とあのやってるイベントで、あのフェスタが、7日でパレードが8日にあるんですけど、そのフェスタの方のねステージに、出演をさせていただくということで、あの詳細と、ね、時間等はねまたあの後日発表ということになりますので、はい、まあ、屋外イベントですので、東京のね代々木公園で、はい、特設ステージでね、お、特設ステージ、じゃあメイが二次会場打ち上げ会場を押さえて、はい、でみんなそこに集合するでしょ。オフ会的な感じです。よっしゃ、はい、よっしゃ、飲むぜ飲むぜ、とりあえず飲みたいだけどね。はい、前俺たちどこだっけ、埼玉で、まあ、知り合いがブッキングしてくれてな、ライブやった時、はい、メイなんかヒッチハイクでその会場まで来やがった。そうだそうだ、ヒッチハイクで、ヒッチハイクで来た、はい、あのよくやるんですよ、ヒッチハイク、この2人、はい、お前らすごいな、どこまででも行くよ。でも最近ヒッチハイクしてない、やりたくない、やりたいよね、やりたくない、寒かったから、これからだよ、これから四国まで行ってたもんね。はい、そうですね。あ、そうですそうです、懐かしい。今年もちょっと自分もあのヒッチハイクでいろいろ行きたいなと思ってるんですけど、おもうヒッチハイク大好きだからね。はい、いや本当にいろんな人と出会えるから、はい、一石二鳥やみたいな。そうですね、うん、ただで行けるわ。それは言ってないじゃん、伊藤さん。あえて言わなかった。はい、そうなんです。はい。ということで、東京レインボープライドね、フェスタに出演をさせていただくということで、はい、動員数もね、すごいたくさん、ね。ね、渋谷区のイベントだからね。そう。動員数すごいだろうですけど、ここの、あの、東方ライブも負けてないぜって、みんな、あの、つけて。確かに。はい、行こうぜ。みんなで行こうぜ。そういうこと？そうです。東京に、東京にみんなで行こうぜ。 あ、そういうこと、そういうことです。お前らなんか日本語おかしい、やっぱちょっと意味わかんない、誰もわかってない、だからノリが一歩遅れんの、みんなが。いやでもそういうこと、みんなでツアー組んで、東京ライブ、ままあ、の負けてないぜってことでツアー組んでみんなで行こうぜ。あ、そういうことね。そうです。じゃあメイガの企画ということで、ね、企画お願いします。はい、はい、任せてください。あ、行っちゃった。はい、ということで、ね、そんな感じで、あの、はい、あのこれからもっともっとね、いろいろオーディションとかもね受けつつ、はい、もっともっと大きくなっていきたいなと思います。それではなんと次で最後2曲最後になってしまいますね。はい、はい、ということで寂しいですが、はい、皆さんあの楽しんでいただきましたでしょうか。今日すごいあれですよね、あの聴く曲が多かったですね、今の。なるほど。はい、ということで、続いてまたね、あの聴いていただく曲になるんですけど、はい、続いてまた2曲を聴きいただくのは、まず1曲目が、生きていっていいんだよという曲です。
で、この曲は、メイが詩を書いて自分が曲をつけた曲なんですけど、去年ね、NHK の昼得という番組に出演をしたんですが、あのその NHK をテレビを見てくださった方が、あの当事者の方がね、長野県内の当事者の方が、あのこのライブ会場に来て、あの僕も生きていていいんですねってこの曲を聴いて、あの言ってくださいました。で本当にね、毎回あの歌うたびに涙を流して聴いてくださってるんですけど、あの本当にみんな、あの生きていていいっていうことを本当に自分も思うんですけど、あの生きていちゃいけない人なんていないと思うし、本当になんか、なんだろう、そのね、いろんな辛いこととかもたくさんあるのはやっぱり生きてる証拠だと自分は思います。なんかそんな方たち、ね、悩んでる方たちにも、あの本当に伝わればいいなという思いで歌わせていただきます。成人式で、はい、実名、初めて今まで新聞は匿名で来てたのに、はい、でも自ら何も言ってたよな、はい、今回友達に手紙書きましたとか言ってましたね。でよ、じゃあ最後の鳥は僕でとかねすごい、そうなんだ、当事者でいいやつだね、はい、はい、そうですね。じゃあその方も LGBT 成人式で、うん、はい、はい、出演をしていただく、そうです、はい、ということで、生きていていいんだよ。そして、2曲目が虹色の空という曲です。はい手挙げてるけどね、もうねこの曲はあのカホちゃん、さっきのねカホちゃんがあの原作を書いてくれて、でイトさんが作詞をしてくれました。で自分が曲をつけた、虹色の空という曲ですね。でこの曲本当にあの自分もね、あの大好きな曲なんですけど、まあ、全部大好きな曲なんですけど本当にあのこの曲はなんだろう、本当あのいろんなね、なんだろう、フレーズでいいフレーズがいっぱいあるんですけど、あの自分が好きなのがね、一番最後の、本当一番最後のところなんですけど、あれ出てこない、出てこない、ちょっと待って、あ、雨上がりのところ、違う違う違う、あ、あなたの目の前に、何、あ、虹色の空、そう、あなたの目の前にもきっと素敵な虹色の空が現れるよ。あれ？その前。涙を流した分だけ。そうすいません。自分が好きなんです。本当に好きなの。好きなんです。好きなんですよ。俺らでもこの間からよく言ってたじゃない。僕らがリハーサルとかするでしょ。で、まあ俺たち、はい、いい曲だよね。いい曲だよねって。マイケティ自分たちで自分たちの楽曲をみんないい曲だよねってやってるもんな。やってますね。でもこの曲めちゃめちゃ自分も好きなんです。あの虹色のそうだ。あのね、こう自分が変わっていくたびに目の前の景色も変わっていくっていうところが自分はすごい好きですね。要は人のせいにしてもか、はい、しんどいんだよね。人のせいにしてる方がしんどくて。はい、相手のせいにしてるより自分が変わった方が楽だね。それでやっぱり景色も変わるだろうって、はい、でもそれ本当ですよね、うんうん、それ本当だなってちょっとあの今までの自分含めあのすごいこの詩を聞いて感じました。そうで涙を流した分だけあなたの目の前にもきっと素敵な虹色の空が現れるよっていう歌詞が最後あるんですけど、はい、自分が特に好きな部分です。ありがとうございます。はい、はい、ということで、最後の曲になります。2曲続けておいてください。生きていていいんだよ、そして虹色の空。消えてゆけないから今まで抑えて
し殺すことさえできずに心の叫び声にする、泣いた泣いた泣いた、思い出すたくさんの笑顔、やっと見つけた夢へ、行きたい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 と思った。道は霧に覆われていた、僕はなんで生まれてきたのだろう、なんで僕ばかり、なんで僕ばかり、ああこの煙と一緒に消えていけないかな、今まで抑えつけてきた思い、押し殺すことさえできずに心の叫び声にする、泣いた泣いた泣いた、思い出すたくさんの笑顔、やっと見つけた夢へ、行きたい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 と思った。
涙を流したくんだけ、あなたの目の前にもきっと素敵な虹色の空が現れるよ。今日はね、皆さん本当にありがとうございます。暑くないですか？大丈夫ですか？自分だけですかね、暑いの。大丈夫ですかね。はい、今日ね、本当にいろんな方来てくださってるんですけど、自分ね、この本当にトークオンライブ、そしてね、ここで同じように行われているメイブっていうイベントは、本当に、なんだろう、性別も関係なく、年齢も関係なく、本当、いろんな方がここに来てくださって、で、こうやってね、この後交流会あるんですけど、ね、お時間許す方、お時間許す限り、ぜひ皆さんね、楽しんでいただければなと思うんですが、本当にそんな素敵なイベントだなってすごく、思っています。このね、イベントがもっともっと大きくなっていくように、自分もね、本当日々精進していきたいなと、思っていますので、今後ともよろしくお願いします。はい、それでは、今日来てくださった皆様、そして、ツイキャス YouTube で、見てくださっている皆様にありがとうの気持ちを込めて聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください。そばにいてくれてありがとう。Yeah.
一緒にライブを盛り上げてくださったお二人をもう一度紹介したいと思いますので、皆さん大きい拍手でお願いします。KC 公演家のメイです。そしてキャンプ応援家の伊藤さんです。大きい拍手。今日はですね、一人、うち の, あのギターの、ね、練習生で今年就職、今日卒業式で、今日もそうそう。で、おめでとうございます。そうそう。昨日か。ごめん、間違えました。あの、ずーっと譜面見て、マイカが作った譜面を緊張して、ラスト。ちょっとね、いより今日は最後に一緒にやりたいと思う。思い出作り。最後の一発で。より君は、卒業して、どこに行くんだっけ？某あと埼玉の某埼玉の企業某埼玉すごいとこにね、就職決まってな。いい会社ね、はい、なあ。そう、あの、伊織くんはあの前回の闘魂ライブの前座のバンドで、ギターを弾いてくれたんですね。はい、はい、で、その映像を見て、はい、すごい反省、すごい良かったじゃん、あれオープニングアクトな。はい、でもね、すごい自分で YouTube で反省してさ、僕は動きがない自分で、あれはただの発表会だって言って、さっき控え室で言ってだ、どんだけよりが今から動いてくれるかをそこに注目しながら今日交互期待、動いてるかどうかを後で終わった後にていうか動いてなかったら演奏やめよう途中でこれで場の空気がもっと悪くなるかどうかいよりにかかってるっていう。重い馬鹿野郎、そうやってみんな大きくなっていくんだよ。そうですね、本当に、はい、そうだってね。ゆうりくん、なんかあれですか、喋りたいこと。あ、一言最後残るじゃん、はい、そう、これで最後、これで最後じゃん。そうじゃん、お前もう。そうだよ、これで3月だもんね、最後まで引っ越しちゃうんだもんね。まあ、はい、一言画面にも送るけど、はい、引っ越してこっちに来れることも少なくなるんですけど、まだ音楽は続けていくつもりなので、また時々こちらに参加させていただければなと思います。いやー、楽しみ。はい、ということで、そんな伊織くんも、応援よろしくお願いします。はい、この後宴会、楽しい宴会があるんで待ってますので、はい、はい。そうで、あのもう一つね、ちょっと言い忘れたんですけど、このあのみんな揃えて来てくださってるんですけど、これ自分のあのオリジナル
T シャツ、パーカー、トレーナーもあります。はい、後ろはね You are not alone って書いてあるんですけど、君は一人じゃないからという意味を、メッセージを本当に世界に伝えたくて、このオリジナルを作りました。はい、ぜひねパーカー、T シャツ、トレーナーとありますので、全季節着れるということで、デザインはね糸さんが描いてくれました。これねよく見ると女の子同士がキスしそうな絵なんですけど、そう、パートナーシップ条例成立したらくっつく、くっつく、はい、長野県でね同性パートナーシップ条例成立目指してますので、はい、でねM でマイカ S って書いてあるんですけど、はい、ぜひ気になる方は後でね声かけていただければなと思います。はい、それでは最後2曲続けてお聴きください。君はずっと僕の大切な人、そして君は一人じゃないから。皆さん今日一番の盛り上がりありがとうございました。ということで、
最後の曲になります。もっともっと最後盛り上がってください。それでは聴いてください。君は一人じゃないから。僕が勇気を振り絞ったら、君が前を向けるなら、僕が一歩踏み出したら、君が笑顔になれるなら、大きな手拍子お願いします。イオリンさん、はい、あの KC からあイオリン、はい、プレゼント。おお、いいじゃん。あの最後ね。そうそうそう。行ってらっしゃい会。行ってらっしゃい会。そこ会。そこあのサープロデューサーとか一緒に KC から。はい。ありがとうございます。一言一言。去っていく一言。先言ったな。言っちゃったんですけど、まあ、音楽はこれからも続けていきますし、音楽はな、はい、まあ、糸さんにもこれからもまだお世話になるかもしれないので、はい、またこの KC にもお世話になることはあると思いますので、はい、またよろしくお願いします。皆さんもう一度大きな拍手を。
まあ、よりやっぱり変わったな、すごくシャイでだったのにな、やっぱり絶対喋んなかったですもん。絶対なんかな喋んないでどうやって、はい、この後交流会なんですが、ちょっとライブ告知をまたさせていただきたいと思います。はい、今月3月の26日まず、26日がですね、フライヤーありますか。はい、あります。皆さん、あの、いただいてるかと思うんですけど、3月27日、メイブ、ボリューム12。12。よく読めたね。これ、やばいというか、早いこと申し込まないと、これこそやばいですよ。これ前夜祭だもんね。前夜祭です。今、あの、東京から泊まりで続々と、あの、申し込み入ってます。次の日、はい、ここはの宿泊無料だから、ね、そっから行くんだもんね。そうですね。はい。いいよね。はい。じゃあ、ちょっとだけなんか。はい。メイブボリューム12、長野県 LGBT 成人式前夜祭ということで、はい、今回は、ゲスト盛りだくさんという感じなんですけども、対談ゲストは石田ゆずまさん、東京から、駆けつけてくださいます。松本出身の方で、この方も、LGBT 成人式で成人の字読んでいただく方です。MTX って言って初めてですね、男性とも女性とも思っていないっていうような方ですね。はい、いろいろお話聞けるんじゃないかなと思います。石田ゆずまさんと、あと長野県 LGBT 成人式の実行委員長の、下平健さんが駆けつけてくださいまして、対談のサポートをしていただきます。そして、リビットのスタッフ他にも、駆けつけてくれますので、そちらの方も諏訪出身の方かな、あのみたいなので、で19歳かな、でゆずまさんも19歳なんですけど、両方19歳の方です。楽しみにしていてください。であとはですね、実行委員の長岡春奈さんがライブコーナーゲストとして来てくださいます。そして、久々のりなちゃん、かわいりなちゃんも、ライブコーナーで出演をしていただけます。そして、マイカ、榊原マイカと、あと、赤堀あずみさんが、サポートで出演をしていただきます。ということで、皆さん、あの、盛りだくさんなのですごい楽しいと思います、はい、ということで、お申し込みはお早めにお願いします。はい、はい、会場ここです。会場ここです。はい、そして時間が、20時からです。はい、19時半会場になっておりますので、皆さん、お間違いないようにお願いします。はい、お願いします。はい、はい、そしてその翌日に、何度も言いますが、はい、長野県 LGBT 成人式、こちらはお昼からですね。はい、はい、なのでぜひ本当にね、メイブからそのまま行けるような感じで、はい、ますので、今今日時点で松本市と松本市教育委員会が公演の、まあ、これは OK らしいんだけど、書類が届くっていうの待ってるのね、はい、長野県の方から待ってます、ね、はい、はい、公演もね、はいはい、ということで、こちらの LGBT 成人式、はい、本当誰でも参加できますので、はい、ぜひぜひ、はい、こちらの、そして、あの、協賛金、寄付金なども、はい、あの、皆さんご協力をいただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、当日募金箱置くんだよね。当日も、あの、募金箱も置いてあります。はい、お願いします。はい。はい、はい、ということで。はい、そして、この闘魂ライブ、あと1個です。はい、この闘魂ライブの、次回が、来月ね、4月の9日の土曜日、同じ時間で、21時スタートとなっています。はい。はい、ぜひそちらの方も、あの、もうすでにね、あの、何席か結構予約がもう入ってるので、はい、新曲発表、はい、新曲発表します、次回は。おー、はい、おー、お疲れの、はい、大変お待たせしましたという新曲を、ね、はい、発表したいと思いますので、待ったぞ、はい、ぜひ、お越しください。はい、ということで、これにて今日は終わりにしたいと思います。はい、はい、皆さん今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、皆さん一緒に、放送の方を締めたいと思いますので、はい、せーのって言ったら皆さんで一緒にバイバイって大きい声で言ってください。よろしいですか。はい、より一番大きい声でね。はい、よりもファイトって来てるよ。ファイト、すごい、ありがとうございます。はい、ということで、ツイキャス YouTube 見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。はい、終了です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、交流会ね、あの、ぜひ残れる方、残れる時間まで。